常夜灯の真下来ました。ゴアジングやってみたいと思います。これ軽い方がええな、ジグタン。ちょっと06に変えてみようか。06でもすごいな、アジが豆すぎるな。お、来た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 、よし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 、いいアジ。うわ、可愛いな。いや違う、アジじゃないぞこれ。何やこれ。あ、アジか。唐揚げや。唐揚げや、ほら。はい、今日はこれ常夜灯ワージングしてるんですけど、まあ使っているロットなんですけど、54のショートロットでもうガンガンかけていったのかなと思って、はい、これを使っています。で、リールはまあ2000番のリールに、P は、03、本当はエステルの方をおすすめします。で、なんだっけ、ほらジグタンはアジドライブ使ってますの、09で今やってるんですけど、09ちょっと重いもんで、09が変えた方がいいかな。まあ、いろんなこと考えてちょっとやっていってます今。おっしゃ、おっしゃ、しゃ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 、ほい、コアジング楽しいじゃないですか。唐揚げサイズですよこれ。ここのはね、コアジでもちょいと太いんですよ。だから食べれるんですよ、パリパリっと。今は明暗に投げて、なるべくこうちょっと早い動きで刺そうかなと考えて、それがハマってくれてます。ほらめっちゃ釣れるやん。ちょっとドリフト気味に入れてやるといいね。ほらちょっとドリフト気味に入れてやるとめっちゃ釣れるわ。はい、じゃあやっていきたいと思います。いきます。ちょっとドリフト気味にやった方がいいのかな。ここは、お、当たった。たまにこう大きく弾いてファンは、なんかちょっと違うやつもおるな、ターゲット。よしよしよし、おい。このサイズか、アメちゃんやな。はい、よし、はい、じゃあやっていきたいと思います。これジグヘッドのあれが肝やな、やっぱり。砂糖、
なんか海蛇みたいなの来たら急に釣れやんくなった。むずいな。そんなにやっぱ簡単じゃないよな今の。リアクションでかける釣りをメインで。ちょっと早め早めに動かしてあった方がいいのかな。そんなにはやっぱりおらへんのか。おしおし、あ、外れた。これ面白いな。霊球でこれだけ当たんねやったら霊6とかそんなんでもいけそうな感じやけどな。A 級がポイントなのか06なのか一回いろいろ試してみます。ちょんちょん、マジンガーさんがいないからね今。例年だとめちゃめちゃおるんすよ、あの餌の方もね、サビキの方もいないもんな、本当にいない。それだけあんま良くないのかな。もう飽きたんかなこのワームに。ちょっと変えてみようかな。ちょっとこっち投げてみよう。立ち位置を変えたりして誰もいないときは、いろいろアプローチ方法を変えたりとか試すといいと思います。さっきちょっと群れが大きかったよ。ちょっとジグヘッドを軽くしてワームの色も変えてみよう。よいしょ。今 0.9 だったんで 0.6 一つ軽くしてみます。で、ワームカラーはチャートこっちにいきます。よいしょ。はい、スパテラチャート、そして 0.6、 さっきよりも3グラム
0.3g 軽いんかな。かんな、さっきだけ食いが良かったんやろか。よいしょ。イカが泳いどるからアジがおらんくなった。うん、06じゃないんやな、やっぱり。よし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 。ちっちゃいな。さっきのイカおったらこれつけんのにな。やってみましょう。アジが釣れなかったらどうするか。その群れを無視して奥を狙う。こんだけ手前に見えてないと奥はもっとおるはずやろうから、その見えてるちっちゃな群れを狙うより沖を狙った方が釣れる可能性は高いかなと。06より09の方がええんかな。やっぱりかけていく釣りやもんな、これ今やってんのが。あ、今かかったな。いい感じで遊んでくれるわ。サバとか。いやでも群れがちっちゃいな。ボトムも探ってみよう。よし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 。うわ、さらにちっこなった。こんなもんよく書けたな。やば、めっちゃちっちゃい。ほら、ひったくってくの。でもなんかこれじゃないような感じなんよな。ちょっともうちょっと釣ったら考えてみようかな。なんかこれじゃないような感じがする。今日はこんな感じで、楽しんでみました。常夜灯アジング、極小の豆アジングね、面白いんで、気になる方はやってみてください。
あの面白いんで、ショートロットでかける釣りですね。風が吹き出したで、ちょっとチャンス。ちょっとドリフト気味に入れたったら食わんかな。よし、霊柩に変えてみました。また奥狙います。ジグタンをコロ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 変えていくと釣れるかもわからない。さっきのなんだっけ、ほら 0.9 ではね、あの 0.6 では届かなかったところが攻めれるから、でこういう風にかかるからね、面白い。おう、はい、このサイズです。おじいちゃん